まだ。すいません、落とし物しちゃったんですけど。使い捨てカメラなんですけど。では届いてるかどうか確認しますので、こちらでお待ちください。はい、お願いします。お願いします。見つかるといいね。言葉叫べば響くでしょうか。心の奥底にぐっと触れてほしい。触れてみたい。ずっと忘れたくないよ。ああ決まってるんだ。答えはもう君が好きだから。マジ嫌だ。寝癖がついてる人、第一印象はこれだけ。君と出会えなければ、きっと知らなかった日々がたくさんあったと気づいたよ。こんな日にいつか終わりがあるということ。つかなくてこんがらがってる。君はといえば、ああ本当鈍感で素振りの一つも見当たらないから。どんな言葉叫べば響くでしょうか。心の奥底にぐっと触れてほしい。触れてみたい。ずっと忘れたくないよ。ああ決まってるんだ。答えはもう話せない。君のようにで、ね、ちょっとでいいから、その答えわかればいいのに。難しくて逃げ出してきてる。自分は嫌なんだ。まだまだ見えないよ。ぎこちない足元をぶつかない。ふわり浮かんだ君へのメッセージ。こんなはずなかったとため息吐くだけの歌なのにな。そうわかってるのに、なかなか遅くなる。その目もちょっと天然が入ってるとこも、こんなに知ってる。目の前の君のことを弾き切れる感情は止められない。どんな言葉にしても伝えたいんだ。やっと私素直になれるかも。でも君は鈍感で、そんなの今更わかりきってるから。この瞬間君に告白できれば、こんがらがった心にさよならするよ。君が好き、間違いなく君が好き。ああ初めから単純明快だった。ぶつかってすれ違ったり、ぶって吹き出しちゃったりね。
一日も欠かせないんだ。どれもが私と